どうもこんにちは、キングヒデです。今回はですね、ブルーノ・マーズのですね、有名なミュージシャンがいると思うんですけども、彼のですね、すごい売れた曲のですね、約7、8年ぐらい前にですね、出ました、アップタウン・ファンクっていうですね、あの曲のですね、パートをですね、弾き方を紹介していきたいと思います。で、あの曲自体はですね、結構パート自体がですね、同じことの繰り返しが多いので、なので結構ファンク系の曲としてはですね、リピートが多いので、それをですね、楽しみながらですね、弾ける曲だと思いますので、簡単に弾き方を紹介していきたいと思います。で、まずですね、曲がですね、キーとしてはですね、ほとんど3コードで成り立ってまして、ほとんど使うコードはですね、D7 ですね。5弦ルートの D7 でもいいですし、あと、Dm7 ですね、Dm7 で、あと6弦ルートの Gm7 でコードを押さえたりですね、するやつでして、でまずサビのですね、カッティングパターンからですね、紹介していきたいと思います。でほぼほぼですね、この曲、半分以上がですね、このサビのカッティングが弾けてしまえばですね、できてしまうという感じの曲なので、これをですね、ざっくりと紹介していきたいと思います。まずですね、最初のコードがですね、キーがですね、Dm のですね、ペンタ系でできている曲なんですけども、なので一般的なこのですね、6弦ルートの D から始まります Dm7 ですね。で、基本的にはですね、考え方としてはですね、ペンタトニックスケールで成り立っているって感じなので、本当、大体ロックのですね、ギターを弾く人からしたらですね、かなりですね、美味しい曲というかですね、分かりやすい曲だなという感じですね。なのでここの6弦ルートの10フレットから始まりますペンタトニックですね。でここのこのペンタからですね、コード音をですね、引き抜くっていう感じなんですけども、最初のですね、カッティングのパターンがですね、っていうパターンがあると思うんですけども、これコードはですね、2つのパターンしかやってないですね。押さえ方としてはですね、最初に3弦10フレットの音を人差し指で、あとはですね、2弦と1弦を13フレットで押さえるんですけども、これを小指で押さえる、このコードと、あとですね、10、13、13で、もう一つのパターンがですね、2弦の13フレットを途中からですね12フレットに変えるっていう、これとこの2つのコードしか出てないです。で押さえるときは、12フレットに行ったときには、薬指で押さえるという感じですね。でカッティングのリズムのパターンとしてはですね、本当16ビートもうひたすらダウンアップダウンアップの、オルタネートピッキングで、16ビートを刻むという感じですね。なのでゆっくりとやっていきますと、っていう感じになるんですけども、音としてはですね、なんていうんですかね、ジャツツ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 ジャツジャツ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 ツジャーンジャ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 ツツジャツツジャツジャツ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 ツジャーンジャ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 っていう感じで、頭を鳴らすといいですね。でジャの部分が、実際に音を鳴らしている音でして、ツの部分がこういったブラッシングのパターンですね。なのでミュートしているパターンのところがツになりますね。もう一回ゆっくりやりますと、
ていうパターンになります。で最後のですね、最後というかぬーてれてててってところがですね、このですね、小指で1弦と2弦の13フレットをっていうのもありますので、そこもですねお忘れなくっていう感じですね。で次はですね、A メロとか B メロのパターンをですね紹介していきたいと思います。ですね、早速 A メロと B メロのパターンをですねやっていきたいと思います。あとでこのパターンができてしまえばですね、まあ、あとは組み合わせつなぎ合わせていけばですね、ブルーノマーズのアップタウンファームはですね弾けてしまいますの でかつですねフレーズとしてはですねすごいシンプルでですね覚えやすいのでお得な感じだと思います。まずですねフレーズとしてはですね、まあ、実際のところギターでは弾いていなくてですねベースとあとキーボードのラインで弾いているパターンなんですけども、まあ、それをですね、まあ、ちょっとその間ギターは本当は休みなんですけども、休みのところちょっと暇なので、まあ、これをベースのラインをですねギターで再現していきたいと思います。ただめちゃくちゃ簡単です。最初ですねグレスから入りましょう。で入ってですねブーンって言ってから、5弦の3フレットと5フレットで、ここをですねてっ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 てところを、スタッカート気味にで、ここでハンマリングで5フレットに行きます。で、次にですね、4弦の5フレットと3フレットで行きます。3、5弦の3、5っていったら4弦の5フレット、これとこれを繰り返します。ゆっくりいきますね。これが、ベース、実際にはベースが弾いてるラインなんですけども、あとこれはで最初のイントロのですねドア頭のところでも実際には弾いてるフレーズですね。アップダウンファンクアンっていうところに入ると思うんですけども、ここがですね、ここはハンマリング、まあ、ニュアンス的にはですね、まあ、フルピッキングでやるよりかは、まあ、ハンマリングとかですね、プリングオフをですね、使った方がニュアンスとしてはですね、出やすいかなと思います。でですね、サビに入る前のですね、ところですね、ここはですね、もうここもめちゃくちゃ簡単な単音弾きですね。5弦の5フレットの D の音から始まってですね、徐々に半音ずつ上に上がってきます。しかもですね、1フレットずつどんどん上がってきます。でその時に、ポイントとしてはですね、右手なんですけども、こういったカラーピッキングっていうんですかね、まあ、ちょっとこのスタッカート入れてほしい、スタッカートというかブラッシングの音もですねしっかりと入れてほしいと思います。でどんどん、1フレットずつ上がっていきます。17フレットまでいきます。5から17フレットまでを徐々に上がっていくっていう感じですね。上昇フレーズですね。で最後はジャジャっていう決めというかですね。でこの時のコードがですね、まあ、この D マイナーペンタとのですね、3弦の10フレットを人差し指、2弦の13フレットを小指で押さえて。なのでゆっくりいきますと、ジャジャっていう感じですね。
でこれでですね、まあ、A メロと B メロを、つなぎ合わせればいいだけでして、であとはまたサビのパターンを弾くって感じですね。であとですね、まあ、若干ですね、違うところのですねポイントを言いますと、2番のですね A メロのところでですね、スタップってところがあると思うんですけども、最初のドア頭ですね、2番の A メロに入るところの スタップウェナミニッツっていうところがあるんですけども、そこは5弦ルートの Dm7 を一発弾いて終わりでして、であとですね、途中で、2番の A メロあたりに、ボーカルのメロディーラインがあるんですけども、途中ちょっとだけおかず的にっていうですね、ダブルチョーキングの音が入るんですけども、まあ、そこだけですね。なのでこのダブルチョーキングの音はですね、2弦の13フレットあと1弦の10フレット、これを2弦の13をチョーキングするだけですね、ダブルチョーキング。なのでこのスタップウェナミニッツってところと、あとここを弾けてしまえばですね、あとはサビのパターンとあとこのこれをですね、まあ、全部組み合わせていけば、まあ、のアップタウンファンクをですね、まあ、弾けてしまうっていう感じですね。まあ、厳密に言えばですね、まあ、中間部のところでカッティングソロっぽいところもあるんですけども、まあ、今回はですね、ちょっとこうそこを、まあ、リクエストがあればですね、弾き方をですね紹介したいと思いますが、まあ、そこは結構アドリブ的にやってもですね、まあ、面白いパターンなので、まあ、今回はそこは割愛してですね、まあ、重要なパターン、サビと A メロ B メロのパターンだけで紹介をさせていただきました。まあ、今回の動画がですね、まあ、少しでもためになったとか面白かったと思っていただけましたら、まあ、高評価のグッドボタンとですね、あとぜひともチャンネル登録のほどお願いいたします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。